いやー、合コンあんま女の子楽しんでへんからどうしようか。一人ずつ入った方がええと思うねんな。で、まずコン君入って盛り上げてもらって、ほんで岡本君は棒立ちで入ってもらって、ほんで西野君行って、ほんで大垣君締めて入ってもらって、俺はな、カメラを撮ってくれてる社長にこれぐらいの札束もらって勝ちで入ってくから。まあさすがにそれぐらい金まいったら俺らもなんかモテるやろみたいな。なんか嬉しいみたいになんやろな。そうやねん。なんか社長がなんか会社の金全部持ってきたっぽいねや。マジっすか？社長、あざーす。ほんまに？社長、あざーす。俺らだけで楽しんでくるわ。岡本君どうなんや？なんかお前迷信取るけどどうしたんや？なんか二日酔いか？ ちょっと待って。女の子ミーティングしてるらしいから、なんかちょっと待って。多分な、俺らの服装を見てネタにしとるんやろ。そうか、マジか。なんかおっちゃんらがな、こうやって若い子らにな、ちゃんとこう教育しなあかんからな。さあ行ってくるわ。いやー、二日酔いきついな。あいつの香水臭いな、何使っとんねんお前。いやー、しんどいな。いやー、酔っ払ってな。じゃあ俺はな、帰るわ。
もう。